竹尾社長のだから金鋭堂。金鋭堂の竹尾です。2020年12月31日、本日無事、この2020年令和2年の、金鋭堂の営業を無事収めることができました。本年も金鋭堂をたくさんの方々にご愛顧いただき、そのおかげで、なんとかこの大変な年を乗り切ることができたのではないかなというように、本当に感じております。本当にありがとうございました。これまで本当にこう今まで、こんな年を経験したことがないと、思われた方というのが、おそらく私だけではなくていろんな方が、本当に思った年だったのではないかなというように思います。この、2020年、年明けにはまさかこんなことになるとは本当に全然思っておりませんでしたし、このコロナウイルスが猛威を振るい、今まで当たり前だったこと、それが、当たり前にできない、本当に、全てが変わりました。良くも悪くも、このコロナウイルスの、影響というのがなかったということはなかったという方はおそらく、少なかったと思いますが、金鋭堂も、そして私自身も、少なからずのコロナ騒ぎの影響を、受けてしまいました。ですが、本当にこんな状況の中、なんとかこの2020年を、無事収めることができました。これも、金鋭堂をお支えいただいております。皆様、金鋭堂をご支援いただいております。皆様のおかげです。この場をお借りして心から御礼申し上げます。本当にありがとうございます。いろんなその影響というのが、その業種であったり、そういったもので、いろいろ変わるとは思うんですけれども、金鋭堂が、一番大きい影響を受けたというのはやはりその4月に緊急事態宣言が、出された時、あの時もう本当にこう全てが止まってしまったというような状況でした。まだそのコロナウイルスがどういったものなのかというのが全くわからない状況の中で、どうやって予防したらいいのか、感染をしないようにどうしたらいいのか、それが全くわからないというような状態のまま、まずはもう全て物の動きを止めようというような施策だったと思うんですけれども、その時点で金鋭堂にやはりこういらしていただける方というのがもう極端に減りましたし、また物流というのも完全に止まってしまいました。特にサングラスシーズンというところもありましたが、諸外国の方でもロックダウンというような状況になってしまって、まず、物が入ってこないというような状況が続きました。また、物流というところも、止まったり、あと例えば飛行機であれば減便して、荷物が載せれないであるとか、そういった、状況のためにその商品が入ってこない、また一部のレンズが、受注停止、もう注文が受けれない、また、その取引している会社様、フレームメーカーであったりレンズメーカー、レンズ工場というところなんかも、その出社というのができない、状況が続いて、その商品であったりもう状況もつかめないというような状況が続きました。そのためにもともとそういった状況なんで、人の出というところもかなり少なかったというところはあったんですけれども、そのお客様にご注文受けたまわれないというような状況が4月5月というところは本当に続いて、もう本当に大変な状況だったと思います。お客様からこう欲しいというようにおっしゃっていただいてもいつ入ってくるかわからないですし、注文自体を受け止まれない、お客様にこう欲されている、要望されているお声に応えることができない、本当に苦しい状況でした。ですが、その中で本当にこう皆さんにその金鋭堂にいらしていただく方であるとか、
ご依頼いただく方、そういった方々から、まずから、なんとか、入ったら連絡してほしいであるとか、金栄堂さんにお任せするから、そういったお声をいただきました。まあ、本当に、ありがたかったですし、そのおかげで本当にこの、大変な状況ということを、乗り切ることが、できたのだと思っております。改めて、この場をお借りして、本当にこう皆様に助けていただいたことに、感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。プライベートなところで、行くとちょっと家族が、具合悪いっていうのがもう2年前から続いているんですが、まあ、それが、悪化して、まあ、ちょっと、今年はよりひどくなってしまったっていうような、ことが、まあ、ありましたし、まあ、現状も今そういった状況で、まあ、ちょっと介助が必要っていうような、状況が続いています。まあ、そうですね、あと、まあ、プライベートなところでいくと、私ちょっとずっと使っていた、まあ、愛用していた、指輪、まあ、クロムハーツの、指輪だったんですけど、それを、まあ、ちょっと、今年、まあ、水害っていうのがあったんですけれども、そこで落としてなくしてしまったのがかなり、ね、長年ちょっとやっぱ愛用してたっていうのと、一応ダイヤモンドが入ったものだったので、それなりにちょっと、まあ、値段の張るものであったんですけど、それをちょっとなくしてしまったっていうのが、プライベートなことではちょっとこう悲しかったことですね。今年、まあ、嬉しかったことといえば、まあ、一番に挙げるとすると、やはりクラウドファンディングに、金栄堂で、チャレンジをさせていただいたクラウドファンディングに、たくさんの方にご支援をいただいたこと、本当に嬉しかったです。まあ、今回、このコロナっていう状況の中で、本当にどうなるかとても不安でした。まあ、ですが、そのクラウドファンディング、まあ、立ち上げまでに、本当に、仲間たちに協力をしていただいて、そして、開始させていただいたところ、私の仲間たち、大切な大切な友人、先輩、そういった方々がこのコロナっていう状況の中で決して楽な方っていうのは一人もおそらくいなかったと思いますが、その中で応援しているというようにおっしゃっていただいて、このクラウドファンディングにお力添えをいただきました。そのおかげで、本当に大成功に収めることができた。そして、金栄堂の自社ブランドというのをついに、来年2021年、立ち上げることができます。まあ、本当に、こんな状況の中でたくさんの方にお力添えをいただきましたこと、本当にこうその温かさというのを、本当に強く感じた。そして、本当に嬉しかったことが、今年、本当にこの私自身も、そして、金栄堂自体も大変な状況の中で、こんなにも、人の温かさ、そして、心強さを感じさせてくれる出来事が、このクラウドファンディングでしたし、本当に、今年一番嬉しかったことを挙げるとすると、このクラウドファンディングに、たくさんの方にお力添えをいただいたこと、応援していただいたことが本当に、私自身、そして金栄堂にとって、本当に一番嬉しかった、一番幸せだった、ことだと思います。まあ、この、クラウドファンディングで、集めさせていただいた、応援というのは今現在、工場の方でそのフレーム、そしてレンズとも生産に入らせていただいており、いよいよ2021年、金栄堂の自社ブランドという形で、皆様に商品を渡しさせていただくと同時に、新たな歴史の1ページになる年になります。
ぜひこちらも期待をしていただければと思います。改めて今年本当にこうこのクラウドファンディングにたくさんのご協力をいただけましたこと、お力添え応援をいただきましたこと、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。本当に嬉しかったです。そして何より力になりました。本当にありがとうございました。そして来年2021年、令和3年はどんな年になるのかまだ分かりません。コロナウイルスもワクチンというところは来年供給されるというような状況だとは思うんですけれども、まだ収束というわけにはいかないですし、この今まで当たり前だったものが壊れてしまった、それがまた元に戻るにはとてもやはり時間がまだまだかかると思いますし、これが来年全て戻るということもないと思いますし、変わってしまったものというのが戻るというよりはもしかしたらそのままかもしれない、またもしくは新しいものができるかもしれない、そういった状況の中、本当にまだ先は見通せないというような年です。ですがその中で金融道、そして私がすべきことは一つだと思っております。それはその来年必ず皆様のお役に立つ、皆様のお力になるということです。こういった状況の中で何ができるか、そういったことをよく考えて、そしてしっかり行動に移していきたいと思います。そして必ずや金融道が今まで以上に皆様のお力になれますように、そして新たな形で力になれますように、お役に立てますように、全力で来年また頑張ってまいりたいと思います。そして金融道はその2021年令和3年は1月2日土曜日朝9時から新年の営業を開始させていただきます。しっかりと私、そしてスタッフ皆、感染予防対策、そして体調管理をしながら皆様を元気にお迎えさせていただきたいと思いますし、今年もあと残りわずかの時間となりましたが、どうぞ皆様良いお年をお迎えくださいませ。令和2年2020年、今年も金融道をご愛顧いただき本当にありがとうございました。金英堂では様々な新しい情報や皆様のお役に立つ情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。だから金英堂。